うまそうじゃなくて、うまいんだよ。今回も腕によりをかけたんだから。美味しくて当然って、ハードル上げられるのもちょっと嫌かも。適度に期待してくれるくらいがちょうどいいよ。アリサの料理は本物よ。たとえどれほどハードルを上げたところで、問題はないでしょ。いいえ、料理だけではないわ。掃除も洗濯も、家事全般完璧以上にこなせて、いつも感心させられているのよ。そこまで褒められると、なんかさすがに照れくさいよ。むしろ称賛の言葉が足りないくらいよ。アリサを見ていると思うわ。本来女とはこうあるべきなんだろうと。それに比べて私は何一つ満足に家事をこなせない。女失格だわ。女は家事ができて当然なんて古い考え方なんだから。むしろ当たり前とか思われたら腹立つよ。そんな男はグーで殴るかも。だとしてもできて困るものではないでしょ。いけないわ、おしゃべりに夢中で。冷めてしまう前にいただきましょう。はい、召し上がれ。少しいいかしら。寝つけなくて。よければ話し相手になってくれない？ベッドに入るなり眠ってしまったわ。羨ましいくらい寝つきがいいのよ。どちらかといえばそうね、ベッドに入ってもいろいろ考えてしまって目が冴えてしまうのよ。主にその日あったことよ。今日なら足をくじいてしまったこととかね。私ってそんなに寝起きが悪いのかしら。子供の頃から指摘され続けているけど、どうしても信じられないのよ。ただ毎朝目が覚めたら着替えを終え食卓に座っているから不思議だなとは思っていたのよ。本当に寝起きが悪いの？ひどいの？誇張しているだけよね。まさか私がポンコツだなんて。あ、もしかして毎朝迷惑をかけていたりするんじゃ。ということはたまにはあるのね。気にするなという方が無理な話だわ。娘から見ても立派な人だと思うわ。生真面目で曲がったことが嫌いな、ある意味融通の利かない頑固な昔ながらの人だけど、以前にも話したでしょ、父はゼロにご就寝なのよ。最強の騎士という称号は建国以来新生騎士団長が冠してきた。
剣と魔法を操れる者こそ選ばれた英雄だと。魔法とは努力によって習得できるものではなく、生まれ持った資質のみで扱うことができる。魔力をもって生を受けなかった者はその時点で最強にはなり得ない。長い間誰一人疑うことなくそう信じられてきた。いえ、父は騎士としての高みに達するという夢を幼い頃から持ち続けていた。魔法などなくても最強になれる。魔力を持って生まれなかったからといって強くなることを諦めたくはないと。だけど現実は残酷。どれほど研鑽を積んでも魔法という大きな力の前に幾度となく苦い思いをし続けてきた。そこに現れたのがゼロ。剣の腕のみで頂点に上り詰めた唯一の騎士。父はその姿に強い尊敬の念を抱いているのよ。理想の姿が目の前にあると。私が魔法を使わないと決めている理由はそれなのよ。父は魔法を嫌っている。努力もなく魔法を使えるというだけで選ばれた人間として扱われることを嫌悪している。私はそれが怖い。もし私に魔力があると知られたら、父は私を嫌いになるかもしれない。それが何よりも怖いのよ。親を思わない子供はいないわ。長居をしてしまってごめんなさい。部屋に戻るわ。おやすみなさい、御影。なんでもないわ。たまには私も役に立ちたいと思って洗濯物を干そうとしたらつまずいてしまったのよ。無理などしていないわ。洗濯物を干すくらい子供だってできるでしょ。その子供でもできることすら満足にできないだなんて、情けないにも程があるわ。残念ながら心が晴れないわ。あれだけの料理を作れるアリサも素敵だとは思うでしょう。そんなところね。もうそれでいいわ。気のせいよ。かぐや、家から電話だよ。家から？一体何かしら。明日大切な用事があるから今日は帰ってこいだそうよ。何をするのかはわからないけど、そういうわけだから戻るわ。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。今晩は二人っきりですな。
私が寝てる間にかぐやとそんな話したんだ。だね。かぐやはものすごく優しい子だよ。その上美人でおっぱいも大きいしね。私が男だったら絶対に放っておかないよ。様だし、あれ絶対かぐやも気づいてると思うな。大町、知れないのに。え、そうなの？お父さんいないから憧れちゃう。そんな風に思ってくれるお父さんがいたらいっぱいわがまま言うのにな。かぐやもわがままになればいいのに。
よ。家族全員でのデートよ。どうしてデートと聞いて見かけが驚くのかしら。ゲストがいるらしいわ。おそらくそれがメインなのでしょうね。ありがとう。みかげにそう言われると恥ずかしいわね。少しは女として見てもらえている、そううぬぼれてもいいのかしら。家事を何一つできなくても、そんなことはないわ。他の誰にでもない、見かけに言われるのが一番。時間だわ。そろそろ中に入るわ。それじゃまた後でね。アリサの手料理の方が口には合いそうだけどね。